隊長のムノムカです。どうも隊長です。眠そうやめちゃめちゃ眠そうや。大丈夫？今日なんかね手やばいんだよ。あのでも大丈夫。ほら後ろね今日バイク屋さん来てるんですよ。はい、もうバイク見たらね多分元気になると思うんで。はい、というわけで、ね、本日はですね嫁のバイク探しというわけで、名古屋市港区にあります、バイク王さんにですね、来ております。はい、名古屋港店です。なんとですね今回はバイク王さん全面協力のもと、はい、バイク選びをさせていただけるところで。やったー。はい、というわけで早速行ってみましょう。勝ち誇っとるやん。はい、というわけでね、はい、今店内入っておりますけども、もう一人がっつり見てるじゃん。なんかちょ軸先になってたんですよ。軸先になっちゃった。150でもさ、ほら高速は乗れるじゃん。うん、ちょっと気になってたんだけど、でもちょっとね、車高高そう。確かにこう見た感じだとなんか150のサイズじゃないよ。じゃないね。高いでしょ。あ、本当あなた横に並ぶともう全然サイズわかんないな、これ。排気量不明だぞ、これ。すごいな。すごい。あ、これだったら今日乗って帰るこれだったら乗って帰るぞ、今日は。ポンいけるぞ、ポンいける。ストリートはまだちょっと乗ってみたされてる。あ、はいはい、これストリートファイター。忍者なんだよ。お、忍者。忍者、あなたの忍者。ねえ。あ、違う、トンコだ。年式もあなたよりも2年新しい。本当だ。うん。2号。うわ、2号あるですね。うわ、ちょっと、いや、値段がすごいね、もう。やばいじゃん。え、何この色の CBR。見たことないよね。初めて見る。本当だ、スペシャルエディション CBR250R。 ほえー、いやでもやっぱね僕はこれ乗りたかったんだよ。だいぶでも値段落ちてきてますねこれね。昔もっと高かったもんね。ガンダムじゃん。ガンダムっていうかバットマンだと思った。バットマンすごい。でも横とかなんかもうデカティみたいで、なんかパニガールみたいな。同じスタイプと見えないね。ね、見えない。本当全然見えない。光のヒーロー、闇のヒーローみたいな。あ、なるほど、光のヒーロー、闇のヒーロー。この辺は250のコーナーですね。ねえ、いやでもやっぱかっこいいな。最近ね、なんかネイキッドばっかりね気にしてたんだけど、やっぱりね、こういうのかっこいいですね。これ戦ってみていいやつ。あ、ありがとうございます。なんか忍者の時の感覚するもん。いや、結構、ほんとだね。結構でかいよ、この子。あ、でも、うん、150だから軽いね。あ、軽いんだ。あ、でも確かにそうだね。腕幅見るとやっぱ近いから。そう、近い。乗ってみると確かに、あ、小さいバイクかなとなる。車体だけで見るとマジでわからん。ねえ、足つき。ちょっと後ろつま先はつくけど。はいはいはい、ちょっと後ろから見ようか。はいはいはい、ちょっと普通に起こしてみて。あー、ほんとだね、ツンツンですよ。うん、ここが軽い。おー、ほんほんほん、変な動きになっちゃった。でも問題は足つきですか。問題は足でしょう。あー、骨延長しないと。骨延長ちょっと気合い入れすぎじゃない。骨延長しないと。うん、そのだったらもう自分の体に合うバイクを探した方がいいね。バイクに体を合わせてのスタイルでいそうかな。それで軸さすからちょっとなんかなんとも言えないですね。買って帰れるよ。でも、まあ、選んでみたらね。うん、でこれは走行距離が4928って、これまあ鳴らし、うん、鳴らしたばかりって感じよね。うん、今一番美味しい季節ですよこれ。うん、ねえ、鈴木が嫌いになって手放したみたいな。そんなことある？まあ鈴木嫌いなんだよって。鈴木じゃねえなってなったのかな。いや、それはちょっとわかんないですけど。
はい、来ました。今一番探してるバイクの形に近いですよね、うん、はい、こちらでございます。はい、 ST です。どうですか ST。 オレンジ可愛いしね。ね、オレンジで、しかもこれ年式がさ2009年なんですよ、うん、2009年の ST っていうことはこれは1万キロも走ってないよ。ほぼ新車じゃん。お前どこにおったえ、マジか。マジです。え、これあれインジェクションっすか。ほんとキャブじゃないっすよ。川崎のエストレアですよ。エストレア綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗だね、めちゃめちゃ綺麗。みんな綺麗だ。すごい綺麗。あれランドセルのセットなの。うん、セット、ランドセルセット。ランドセルもめっちゃ綺麗じゃない。うん、すごい綺麗。これ新品じゃね、これ、うん、使った形跡ないよ。ないよないよないよ。何がどうなってそんな綺麗な状態で手放せたんっていうか、ね、しかも、あれかデグナーのバッグですよ。もういいっすよ。いいやつ。エストレアね、うん、この間またバッグちょっといいなって思ったんですね。似合ってたよあれね、え、うん、どうですかこういう。いやちょっとね ST にまたがってみたい。 ST ですね。 ST 初めましてだから。あ、そっか、うん、今までちょっと他のバイクさんと出会えなかったんですね。あ、そっかそっか。ベタベタではないけど、うん、これぐらいなら安心してつける。力が入れれる。あ、いいね、うん、軽くない。お母さんびっくりしたもの。そんな軽い。そう、あ、ひゅいっておくね。そう、横に立って、うん、こうやって持ってくの、もう楽だと思う。はい、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、すごい歩けるもんまあ重さ的にもレブルよりかずっと軽いですからね。うん、あ、いいね。ちゃんとタンクが挟める本さんで。でもなんかスタイルはさ、うん、なんかちょっとオールドな感じじゃん。うんうん。え、本当にミーハーってくらい軽いこのメーター周りもシンプルでいいね、うん、い S、スズキのマークついてます。スズキか、うん、あ、ガソリンメーターはないみたいですね。これうん、これ MT マークだね。ガソリンメーターはないのか。ないですね。そう、ジャポ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 あるな。で、そう、で、あとオドメーター見て、うん、あ、こんなもんか、じゃあ注いようかなみたいな。ポジション的には多分レブルよりか楽じゃない、ハンドルの持つ周りは。そう思うけどな。レブルちょっと腕をね、上に、ね、そう、ちょっと遠いんだね。そこの高くも低くもない。そうだね、うん、ちょっと僕をまたがっていいっすか、うん、めちゃめちゃ軽いでしょ。めっちゃ軽いじゃん。やばいよね。めっちゃ軽いあー、いいね。いいよね。あ、軽い。しかもこれさ、グリップめちゃめちゃ細いよ。そうそうそうなの。だからお手手ちっちゃくても大丈夫だし、ここの感覚もね優しいのよ結構。私のお手手でも、はいはいはい、はいはいはい、ここほら。あ、ほんとだね。もうこれにしとくこれにしとくやん。でもやっぱさ、なんかもうレブルのさ気持ちが強いじゃんね、ぶっちゃけ、うんうんうん、だからレブルと比べてっていう話になってくると、うん、やっぱり新しいバイクの方が安心して乗れるかなとか思っちゃうんだよね、うん、いやいや何を言ってらっしゃる。俺は鈴木ですよ鈴木だから悩んでんだよ。悩んでんのこれがホンダだったら、ね、買ってるよ。嘘やん、マジか。これがホンダだったらもうハンコ押してるよ今。本当これいいな最強買う。欲しいですねマジかいいじゃんいいじゃん。らしいですよ。マジっすか。今日は雨だからちょっと。そう今日ちょっとね今日今雨降ってきちゃったね。嫌な雨になってきてるから、まあ、音だけちょっと聞かせてもらうんだけど。そうですね。そうそう、だから気になるバイクね、レンタルバイクでね、うん、乗ってちょっと一回試してみるってことがねできるんだって。いいね。いいね。めっちゃ仕事みたいなこと言ったね今日別にバイク王から仕事もらってるわけじゃないから、ね、我々が頼み込んで撮影させてもらっていいですかあ、じゃあ協力させていただきますっていう、うんうん、はい、あのご好意のもとで、あの今日の動画撮れております。はい、わあ、でもなんか思ってたより重たいかも。ほうほうほう。
バイクの音。ああ、なんか想像よりも重たいけど、でも軽い方だとは思う。うん。後ろから見た時の。でもすごいね、これ全部あれなディスクなんだね。ちょっと安心感はあるね。うん。あ、かっこいい。かっこいいな。ガソリンメーターがあるのがいいよね。あ、そうね。いや、ガソリンメーターついてる。かっこいいね。うん、やっぱかっこいいわ。こりゃ売れるわけだよ。本当そう。変わる理由教えてほしい。そこまで。レベルを変わらない理由を教えてほしいよ、私は。教えてください。なんで変わらないんですか。なんでですかね。まあいいね、乗りやすそうだし、うん、ねえ、まあ、いいな、欲しいです。欲しいですか。欲しいです。欲しい気持ちは変わらないですね。欲しいですね。はい、でも奥さん今日ね、バイク王さんがですね、はい、これもどうですかということで、はい、もう一台用意してくださいました。ありがとうございます。こちらでございます。ZX25R 4発の250ですよ。ないよね。もう最近ないね。ホーネット以来じゃんぐらい。まあそうだね。あのあたりのイメージがねあるんですけども、4発の2班ですからね。はい。はい。これ持ってからのこれなんだね。足が。本当だ、ツンツンだね。でも思ったよりなんか。ほんほん、意外と足つきの方がツンツンだった。あ、本当。うん、ああ、でもすごい絶景だね。ああ、ね、本当だね。ああ、いいな。いいな。うわ、かっこいい。いいな。かっこいい。絶対この一マスずつになんやかんや出るんやろうなって思ってた。本当だ。あ、素晴らしい。やば、じゃあもう一回つけていい？あ、もう一回。じゃあもう一回。はい。いやかっこよ。表示されてるのが全部もう車だもん。本当だね。うん。まあ多分ここの中にいっぱい入っとるこの触媒さんが音を多分押さえてる。多分あ、そういうことね。うん、マフラーをいじるとちゃんと音が変わるかもしれない。あ、全然変わる。これを買った場合はすぐにここを変えた方がいい。25R 買ったらみんなまずここからカスタムした方がいいですね。ごめんね、この音が好きで乗ってる人がいたらごめんねって感じだけど、思ってたよりかはちょっと小さい。私今本気でバイク探ししてるからさ。あ、そっか。本気であの言っちゃうんだけど、自分の好みか好みじゃないか。あ、すごい前のめりじゃない。ポジションが、うん、もうディスペケですよ。僕のとこ R20 だった。もうちょっと長いかな。うん、ちょっと長いけどほぼ一緒ですね、これ。ちっちゃめのディスペケ。なんかハンドルがさ、やっぱ斜めになってるせいで嫌でも前傾になるよね。うん、かなり。ちょっと行きますね。はい。これ欲しい。これ欲しいんだけど。好みだった。僕好みですね。いや、2班で4発ってのがまずね、今時珍しい。まあ確かにね。これやっぱね、このポジションが好きなんですよね、私。いや、これでもいいな。めちゃめちゃいい。でもね、やっぱなんだろうな、忍者似合ってんだよね。うん、初めてのバイクは忍者でしたからね、私。うん、思い入れはあるでしょ、忍者っていう名前に対して。はい。あ、これ今本気で考えてる。どうしよう、ちょっと待って。これはやばい。ちょっと待って。あ、ちょっとやばいよ、お財布の中身足りないよ、これ2台は。てかこれレンタルバイクだからね。あ、そう、レンタル。はい、はい、というわけで今日ね、ちょっといろいろとバイク王さんでバイク見せていただきました。どうでした？悩んじゃうね。なんかこう新しいバイクとどんどん出会っちゃうせいでさ。そうね。でもやっぱレブルいいなってなっちゃった。やっぱレブルか。
や、あれは買わん理由が欲しい買わん理由が欲しい、買わない理由が欲しいね。レブル、もうどうですか、もう印鑑が 目の前にあったら押しちゃいそうですか。うんぬ、まあでも、ね、ちょっと次はですね、あのここね、あの先ほど紹介させていただいたんですけど、レンタルバイクがあるそうなんで、あれですね、今度ちょっとバイクをレンタルさせていただいて、うん、実際乗ってみようっていうのは。そうだね、うん、せっかくレンタルで乗らせてもらえるバイクがあるなら。そうですね、行動を行くレベル210ですか。で行きますかはい、あ、すいません、あ、どうぞ、あ、いいですよ、いいですよ、すいません、会長さん、あ、そうです、そうです、会長さん、あ、そうです、会長すごい、一生主さんにご声をかけていただきましたはい、というわけでね、本日はですね、バイクを名古屋みなと店さんからお送りしました、はい、ちょっと噛みましたね、もう一回いいですかダメです、もう一回言わせて、ダメです、バイクを名古屋みなと店さんからお送りしました。はい、はい、ここね、あの、すごいバイクワールド、バイクアートも入ってるんだよね、ててバイク用品もね、あの買いに来れるんでね、でついでにバイク見てポンとかできるんでね、はい、あのぜひ遊びに来てください。はい、あのバイクさん撮影協力ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さんご安全に、バイ。